はい、ロッカールームですということで、もうだいぶ空いちゃったね、ロッカールーム、はい、だいぶ空いちゃったんですけど、まあ、ここからまたね、ロッカールーム更新していきたいので、皆さんするんですか。しますよ、します。本当すいませんでした、あの登録してくれた1万4000人の皆様、すいませんでした。ということで、これからね、はい、ロッカールームでね、あることをね、ちょっとやっていきたいんですけど、あのですね、まあ、最近ですね、あの企画、外での企画多くなりましたね。ということで、まあ、体改革だよね。やっぱ勝ちたい、企画で、はい、うん、企画で勝ちたいから、だから、まあ、ほとんど勝ってんですけど、私、うん、1個も勝ってないですたまにね、たまに勝つけどそう、それでちょっとやっぱね、脂肪とか体にね、はい、動きが減ってきたから、すごいついてきたのよ。なるほど。そう、だから、ちょっと体改革、はい、ということで、それこそ前トレーニングしてたの、パーソナルで、はい、ドームアスレチックハウス、ここアスリートハウスですね。で、アスリートハウスだ、ごめんドームアスリートハウスに来てたんですよ。はい、はい、なのでここでちょっとクリスチャン・ロナウドみたいなね、はい、体になろうってことで、まあ、見ただけじゃダメだよね。動ける、企画でももう常に勝つみたいな、動けて、動けて見栄えも良くて、はい、的なね、やっぱ体を目指そうということで、まあ、ドームアスリートハウスさんにも協力してもらってってことでね、はい、ちょっと頑張りますよ、はいはい、で、ちょっと今回はね、まずは体脂肪とか、はいはい、どのくらい、うん、変わったかっていうのを、はい、うん、早速見たいと思います、はい、サブちゃん、ノー編集でなんで、はい、じゃあちょっと測りいきましょう、いきましょう、ありがとうございます。ちょっと、いや、どんくらい、俺全然現役に対してから体脂肪とか測ってないの、はい、どんくらいだったのかっていうのをね、ちょっと、すいません、お願いします。これ、前の体脂肪とか持ってんですかね。前の体脂肪持ってますね。一番最後、2016年12月、はい、12月28日その時にの体脂肪が 8.6%。 お、少な、一桁台ですね、うん、少な、うん、これが2016年、12月28日。あ、なるほど。ちょっとこの表を写していただいてもいいですかこの表ちょっとアスリートには届いてないですけど筋肉型、筋肉型、はい、アスリートではない、アスリートだったのその時だったの、いやいやいや、だから早速ちょっとね、今現在の体脂肪とかも全部抜いた方がいいんですよね。これ上は大丈夫なんですか。上は大丈夫です。はい、抜いてもらってもいいですか。はい、ちょっと一応このままにしておきますいきます、待ってください。はい、最後らへん動けてない時の体重。あ、そうなんですね。うん、さあ、数字は今からですわ。うん、BMI24.4。はい。ここに来ましたね。測定してる。あ、こっから上がるパターンなんですね。この。のど自慢大会のこの点数みたいな。そうですね。さあ、さあ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 、どのくらいまで。さあ、もう低いからこうだんだん上がってきてます。今体脂肪なんかすげえ上がっ、
確かに体脂肪の上がりがちょっと、ちょっと気に、体脂肪止まったらドキドキっすね。いやドキドキ、マジでドキドキ。今もう 85% ぐらいですけど、大測定中、体脂肪が、あ、ちょっと減ってくるの、ほらほら減ってきた、減ってきた、びっくりした、19% ちょっと減ってきた、あ、止まりました。 OK ですか。はい、OK です。ここ出ますよ、こっちで。体脂肪 14% だって、やばやば、倍近く、やば。プリンターで渡してみて、え、あ、印刷、これが、はい、引退、8ヶ月か、引退8ヶ月の現状ですよ。14.3 だって。はい、前回から今4年前ですね。4年前から体重が 2.1 キロ増えて、体脂肪が 4.6 増えてますね。やばあかんわあかんわ、そりゃ動けんわね。はい、よし、こっからっすよ。はい、こっからどんだけクリスチャーノ・ロナウドに近づけるかっていうところですわ。はい、うん、見て、ちょっとちなみに今日、はい、ここまでにする、ほら、ちょっとやっぱさ、昔はちょっとね、シックスパックあったんですよ。はい、うん、でも本当ですか、埋もれてるでしょ、もう。そうですね、脂肪でややシックスみたいな、はい、ね。そう、だからこれがどうなるかちょっとね。力入れたらどうなるんですかね。力入れてもこんなもん、ほら、ね、ここら辺、ほら、すごい乗ってるし、はい、うん、だからこれをどんだけ改善できるか、うん、で、腕の太さもこんなもんね。あ、こんなもん、はい、はい、じゃあこれが、今日が9月の15でしたっけ、うん、15、ここから年末、はい、年末に、はい、はい、ちょっと頑張りますよ。はい、あ、ちなみにごめんなさい、これあのね、あの企画で、あの豆がね、めくれちゃう、めくれちゃって絆創膏貼ってるだけだから、ちょっと大げさに巻いただけですから。はい、はい、ということで、ロッカールームでした。